気のせいかな。本との出会いって人との出会いと似てる。お腹は出てるし、髪はボサボサ。見えない。もう絶望的かも。私は最近、あなたがキモいのです。このま、だからプレゼントだってば。あーちゃん、気をつけるんだぞ。7時までにはちゃんと帰るから。私が見える？これ私？どういうこと？多分体が動かないから意識だけが離れて行動してるんだと思う。忘れての日が一緒にいました。皆さんのことも知ってます。ずっと一緒に見てたから、めちゃくちゃ怪しいでしょ。はい、もしもし。え、歪みが生じてる？わかりました。直ちに原因を究明します。ねえねえお姉ちゃん、誰なの？私は未来から来たタイムパトロールなの。いやいやいや、大人から買うのもタイムパトロールなんですか？信じるの早っ。すごい早いな、信じるの。じゃあ、あの人形を見ててください。ちょっと、この時代にはまだ反重力の技術はありませんよね。ないけど。じゃあ、未来から来たってこと？そうよ。未来のそのタイムパトロールが心配ちゃんに何の用なの？心配ちゃんは私たちの未来のキーパーソンなんです。心配ちゃんが心配する思いがじわじわと世の中に広がっていき、お互いを思いやる優しい世界になってるんです。もし心配ちゃんが心配しなくなったら、未来はみんなが自分本位になって恐ろしい世界になるわ。急に壮大な感じになってきましたね。だから私がパトロールしに来たんです。で、今心配ちゃんはどこに？奴らの CEO ドートデモナールに洗脳される前に心配ちゃんを保護しなきゃ。ドートデモナール、いじけているのはあなただけよ。俺は世界の妻弾き者かと思っていた。もう世界は誰も俺のこと相手にしてないと。しかし世界はこんなに優しく、そして心配してつながっていたのか。手を取り合っていい未来を作っていきましょう。どうとでもなる。あなたを逮捕します。ちゃ
んとママの心配してあげてね。ちょうど2ヶ月後ぐらいにママが階段で転びそうになっちゃうの。心配ちゃんの心配がなかったら危ないとこだったのよ。うん、心配する。約束ね。私が生まれるまでちゃんと心配してよ。じゃあね。はい、さっさと歩く。早く早く早く。